まあ1日だったら実感ないけど、きっとねこれからあーってなるんだと思う。でもあんなにステージ上でボロ泣きしたの初めて。母さんありがとうございます。あ、パラソル海ありがとうございます。テントありがとうございます。パソコンありがとうございます。パソコンありがとうございます。そうで、いろんな曲やらせていただきました。そうで、そうこんばんは。なんかすごいね、愛ちゃんがめちゃめちゃ瀬戸里もなんだろう、メンバー一人一人のことも考えて序列とか曲とか曲順とかもすごい決めてくださってて、こんばんは。だからね、余計寂しかった昨日。本当に寂しかった。今も寂しいけど。タンポポありがとうございます。そう、どのあたりで涙出てきた？セレモニーから2周年もありがとうございます。こんばんは。なんかね、前日の夜には寂しいってなって、リハしてる時はまだ大丈夫だったの、実感なさすぎて。で本番中もあ、おばあちゃん始まった時にああ卒業公演だってなっちゃってて、本当にありがたくて。そうで、順序よろしくのユニットコーナーのところで日向さんポジさせていただいて、それも愛ちゃんが選んでくださったんですけど、なんかもうなんと返せばいいのかっていうくらいだったんですけど、こんばんは。すごいね、それもなんかありがたすぎてこんばんは。もうちゃんとやんなきゃって思って、順序よろしく私やった。なんかね、ときメッセじゃない、私はときメッセじゃなくて TDC の時にアウトロラスサビからちょっと踊ったくらいかなみたいなくらいだったんですけど、そうだからもうなんかずーっと振り笛の動画見て日向さんどんな感じだかなっていうのをずっと見てて、そうでも本当に緊張してたんだけど、で順夜始まる前に愛ちゃんに「あ、もう緊張する」ってずっと話してたら「いつも通りでいいよ」って裏で言ってくださって、でもめっちゃ緊張してた。こんばんは。タンポポありがとうございます。本当にありがたい。なんかもう、いやでもなんか寂しす、なんかもう考えられないと思っちゃった。なんか考えられないは良くないのかもしれないけど、あまりにも愛ちゃんがいた時の愛ちゃんの存在の大きさがなんか
大きすぎて振り V を振り V と書かれるとあおちゃんが私どうしてもカタカナ表記になっちゃうんですよね衣装あれも久しぶりに着たガイル。そうでも本当になんかさね、なんかどこまでもいい人すぎてこんばんは。もう絶対にまたてかすぐ連絡しようねってしました。ちなみにあ写真撮りましたよ。撮ったよ。こんばんは。ラブラドールの黄色の衣装もあの夢しなの黄色の衣装も久しぶりに来ました。こんばんは。あとハーフツインも愛ちゃんが選んでくれて前一緒に公演した時にもうすでに聞いてたんですよ。なんか当日になるときっとバタバタだろうなと思って何がいいと思いますかって聞いたらあのハーフツインなんだけどちょっと後ろ目に結んだハーフツインがいいって言ってくれてだから後ろ目のハーフツインでお願いしますって言いました。今度晴れた日そうしますほんとに寂しくなる。ほんとにフォローしました。ありがとうございます。サラとはお話しした。はい。でもなんかもうサラはさサラは1ヶ月に1回のペースで劇場来てんだよねあの人しかも全然連絡取るしなんなら昨日会うちょっと前にも電話したしなんか久しぶり感なさすぎて次ありがとうございます。古田葵です。こんばんは。壁写真外すときってその場にいられるのいられるけどあんまりいるメンバーあんま少ないかな。時間帯によりますね。自分で赤ちゃんだなって思ったときはありますか。自分ではないですこんばんは。モフさんとも話しましたちょっとだけ。こんばんは。でもなんかやっぱ寂しいよ。いやでも寂しいな。でも寂しがりすぎちゃ多分良くないよね。バンド練習なんなら今日バンド練習でしたずっと長引いちゃって夜までやってたんですけど今日はバンドの日でした。ありがとうございます。モフさんがいた。わかる。あのさ、あのさ夢しなの紫の衣装がなんかわかんないけどめっちゃモフさんのイメージが強くて、あと記憶のジレンマ、あれはもうなんかモフさんって感じがする。めっちゃそう、こんばんは。ラドルで
でで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 でキーボードって本体以外に必要なもの、スピーカーでもなんだろうな、ステージとかでやる最低限、もう超最低限にしたらキーボードだけ、あとコンセントだけでいいんですけど、なんかそれからなんかもちろん音量を大きくしたい時はスピーカー必要だし、あと音変えたい時とかはなんかいろいろ必要だし、なんか増やそうと思えば全然いくらでも増やせます初期ありがとうございます。古田たおいです。卒業公演あるとやっぱり泣いちゃう。私は最近はすごく泣いちゃうタイプになりました。卒業公演は泣くかも、なんか泣いちゃう。昨日はありえんくらい泣いて、泣いてる自分って思っちゃった。しきありがとうございます。古田太です。あ、ペダルもつけます。ペダルも、あ、ペダルつける。ペダル大事。なんかペダルも結構なんかね、ちゃんとなんだろうな、そのなんて言うんだろうな、そのさ、本当のピアノって結構そのペダルの踏む深さで、深さとか踏んでから上げる上げ方とかでも音が変わるんですよ。ペダルの踏み方にもいろいろなんかやり方があって、なんかそれのやり方が聞くペダルとただ押して戻るだけのペダルがあるんですよ。2種類って無茶なのかわかんないけど、買って、青はなんか大体なんかそのキーボード買うとついてくるの、そのペダルが。でもそのペダルって結構あの簡単な、うん、こういうペダルだから、青はキーボード買うときにペダルも買いましたその踏み方を変えられるやつ、ちゃんとした形のペダルが欲しくて。でもあんまりね、なんかでも、うん、なんだろうな、その弾き語りとかであんまりそのペダルの踏み方をテクニック使うことってあんまりないと思うんだけど、普通にクラシック弾くときは結構あります。なんかペダルの踏み方気をつけたりすることはあるかな。本当に曲によるけどね。そう、こんばんは。ペダル様様、本当になんか必要、ここで別になくてもいいかなってとこでも踏んじゃうでもなんかピアノの踏み方じゃない、ペダルの踏み方って楽譜に書いてないことが多いんですよ。だから自分でなんかこんな感じってやることが多いです。1週間にどれくらいのペースでピアノ弾いてる？あ、ね、多分毎日弾いてると思う。なんか私弾かなきゃと思って、なんか練習 しなきゃいけない曲があるときは弾かなきゃってなるけど、割と毎日弾いてるかもしれない。でもそれはなんか頑張ってるとかじゃないただピアノが弾きたくなって弾いてるだけであって、うんって感じです。ピアノ触りたくなっちゃうんだよね。すごい、なんかこんなこと言うとさ、めっちゃピアノ弾ける人みたいに聞こえるけど、そういうことでもない。楽器も1日休むと取り戻すのに3日。
意外とそんな感じな、意外と多分そんな感じな気がする。なんかでもさ、コード進行とかだとさ、もうジャン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 ってさ弾くのがほとんどだ だけどクラシックとかになるとなんか指の動きがすごい速くなるから、指が回らないとかは関係してくる気がしますかな。だからすごい最近弾いてるなっていう時はめっちゃ指が動いたりもするし、最近弾いてないなって時は全然弾けないです。だから一日でどうこうなる問題でもない気がするピアノの演奏って納得いくポイント、でもそれは人によるんじゃない。でもなんか納得いくと、納得いくっていうのはなんだろうな、うん、合わないけど、なんだろう、今の自分の中で一番いい感じにできたらまあうんいいかなとはなる気がするけど、でも本当にさ、なんかその楽器のさ上手さってさ、本当にもう上がある、あるから限界がないからわかんないけど、はい、ありがとうございます。ノーミス、ああもうそれはあるか、ノーミスはある気がするけど、だから本当になんかもうスケジュールギリギリでみたいな時はもう間違えないで、なんかそれなりにコード進行を進められてればまあ OK っていうのが最低ライン、青的にはけど全然間違える時も絶対あるけど、減点方式だと思う。めっちゃなんか、しかもピアノってさ、その弦じゃない、弦っていうの何、ボタン鍵盤がいっぱいあるから、いっぱいあるし音が違うから全然、しかも指ってここだけ、ここしかないの、指がここしかないから間違えちゃうのよ、その打率がさ打率が違うよ。だから難しいんですよ、練習しても難しい表現力がすごい。でもそれは本当にプロの方のピアノを聴いたらはぁってなると思う。こんばんは。ただめっちゃ難しい曲を間違えずに弾けたイコール上手ではない気がします。そんなにピアノを知り尽くした人ではないけど、私はいろいろピアノとか聴いたりしてるとそうなのかなって思ったりもしますね。そう、本当にそう、ピアノが見る、しかもなんか私がピアノ動画見るのは自分でアレンジしてる人のを見るのが、多分もともと楽譜がなくて自分で聴いてアレンジしてる人のを聞くのが好き。こんばんは。うわすごい、あってなるこんばんは。それはね結構面白いです。なんかそこでこう来るんだみたいなこんばんはが好きです。なんかそれはなんかもうその人にしかきっとできないんだろうなみたいなのが好きこんばんは。
けどもう楽器って奥深すぎるよね。4月終わるけどどうだった？4月は何してたっけなんかどこからいつからが4月だっけって感じ。あ、筋肉痛でしたね。4分の1は。あと HKT さんのあのコンサートにお邪魔させていただいたりとかがやっぱ大きいかな。その次の日に農業行ったりとか。落語は2月あ、ちょ、もう分かんない2月3月、いや2月だった気がするな。落語は2月だ。今日大人っぽく見えるけど、即席で髪の毛巻いて、即席で前髪巻いたりして巻きすぎちゃったんですけど、今はね、このあとね、家で生写真撮るんだこんばんは。ちょっともう提出日なんですよ。でも素材がなさすぎて。海ありがとうございます。でもともとお家で撮ろうとしてて、ちょっと次は何になるかお楽しみ。何を私が着るか。席って何分くらい？今日は20分でメイクして髪の毛を着ましたさっき。こんばんは。そう、午前中に撮ろうとしたんだけど今日できなかったよね。そうそう、50分ありがとうございます。ということで明日の夜ご飯を発表したいと思います。いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、ハンバーグです。ハンバーグどうぞ。ちくらの声を映像で見ました。元気。じゃあアイドルエッセンスの方はもっと可愛いと思いますまたアーカイブじゃない、公演あったらぜひ見ていただけると嬉しいです。ハンバーグ、ハンバーグはい、お待ち。はい、ということで明日の配信時間は5時、あ、夕方の朝じゃないよ、夕方の5時から配信できたらいいかなと思ってます。もしかしたら変更しちゃうかもしれないけど、多分夕方くらいにはなるかな、多分5時くらいになると思います。ぜひご覧くださいはい、ということで朝まで起きないのよ、あの緊急事態以外。スクショタイムをします。海ありがとうございます。ということで今日のランキングを読みますね。いきまーす。13位、たからさんありがとうございます。12位、青森からさんありがとうございます。11位、あべっちさんありがとうございます。10位、新潟かずさんありがとうございます。9位、にしさんありがとうございます。8位、ヨーミーさんありがとうございます。7位、金堂さんありがとうございます。6位、白田さんありがとうございます。5位、ポンポンさんありがとうございます。4位、バイケンさんありがとうございます。3位、おじゃさんありがとうございます。2位、MS さんありがとうございます。1位、よっくんさんありがとうございます。では皆さん本日もありがとうございました。それでは明日で、あ、今日で通信制限が終わりますおやすみなさい。ありがとうございました。